はいみな、えー、さんこんにちは、えー、本日よりですね、えー、スマート宅検、えー、デルジュンスマート宅検ということで権利関係一回目今日からスタートしたいと思います、えー、担当させていただきますのはレック専任講師の小原と言いますよろしくお願いしますはい、えー、まずう教材の方から少しお話ししようということで、えー、このデルジュンのですね、えー 問題ですね。えー、テキストこれにまあ問題集も当然出てきます。えー、まあ、えー、これを使いまして合格テキストを使って、えー、っと権利関係で全、えー、インプットのお講座は二十回、問題演習も二十回。えそれぞれ宅建業法法令上の制限も同じく三十分が二十回と。 いうことで、えー、割とこう短期間で、えー、コンパクトに勉強していただけると、えー、いうことになっております。まああのー、この教材をね使いながらきっちりとお勉強していただけたらというふうに思っております。でまずあのー、今日はまあ最初ということで、まあガイダンスも含めて勉強なんですが、まず、えー、まあテキストは当然必要になってくるんですが、それ以外ではこのちょっとですねこの問題これですねこの。 ハサミちょっと見ていただくとこれなんですけどねこれはあのよく選択も干すのにありますよねでこれは非常にあの便利がいいんですねでそれはなぜかというと例えばですねテキストをえこういう形でね挟みますとこれあのこうバーンとこう閉まらないんですね。そうすると こう勉強していく中でこれをわざわざこう抑えたりしなくてもいけるということでこれはまあ大体家にもあると思うんでこれは一つ用意されると非常に勉強としてはえいいかなというクリップなんかやとわりと戻ってしまうんですね割と大きいと大丈夫なんで困難を使っていただくと非常にいいかなというふうに思いますそれからもう一つはこ,のこういうファンクションというんですかまあ別にメーカーどこでもいいんですけど割とこうこと消せるペンなんですね。 で最近、これは非常によくはやってまして、えー、まあ一応赤もあれば青もありますしいろいろまあそうです、ね、色としては赤と青ぐらいで、まあ、黒もありますから、まあ、黒でもいいんですけどもそれは何がいいかというとですねいろんなこう問題集、まあ、こテキストは別に書き込んでもいいんですが問題集なんかで例えば、えー、映画とこう書きますとです、ね、これもう消えないのがこれ後ろ、ね、ケツの方でこうやっていただくとこれ消せるんですね。もう画期的な ペンなんですけども、まあ、非常に、あのー、勉強には向いいてるかなと思います、えー、ちょっと間違った時にね昔やった修正液って言ってこうベアーっと白いのを塗ってたんですがもうそんな必要も今、えー、なくこれでいけますんで、えー、この、えー、2つですね今お話ししていますこのこの2つはまあこ,こ,こ,こっちはね別に いろんんなものがあると思うんですこれも色がいくつかありますのでこれたまたま今私書きましたがこの黒いやつはね1.0なんですよ太さが0.70.50.38とあるんですかね、まあ、いくつかありますので自分の使いやすいように狭いところに書くんやったら細ないといかんしインパクトを与えようと太いというこの辺でまあ使っていただくとね非常にいいのかなというふうに思います。まずはそんな感じでスタートをね していただくといいかなというふうに思っております。で、まずあのテキストの方確認をですねしていきますと、このテキストを開けていただいてまずですね、まあ,あのずっと進めていくとまあいろんな言葉があったりですね、あとままあ、この辺も大事よかな。えー まあ問題はなないのかなとでここ、目次がこの辺からずっと出てまして第1章からずっと勉強していくような内容が書いてあります。これが、まああのまあ、目次になっておりますのでねで、まあ、あとずっとこう勉強のなんか載ってましてガイダンスということでまずあの1つ今日は押さえておいていただきたいのはここの7ページですねページ数のここをちょっと下の方を見ていただくといいんですが。 えとこの最新のこのデータがちょっと抜けてまして抜けてるというか間に合ってないんでこれをちょっとお書きいただくとここの数字が21これ993です914ではありませんこれちょっと直していただきましてだから合格者が3万3000これ合格者の数字ですけど33630これたまたま,まあ去年よりは多いんですが合格率はたまたま同じなんです。ね でえー、合格点が377っていう年ないんですよこれほら6とかねこういうのがあってあと5ぐらいはあるんですけども7って初めてなんですね平成最後の年でしたが7っていうのはもう非常にいい、ね、インパクトのあるであのよく間違うんですけどもあの初めて勉強された人にしてみたら点数が上がっていることは31からいたら6点上がってますよね先生どんどん試験は難しくなってますよねっていう考え方も一つあるんですがこれ あの結局ねここ見ていただくと大体この合格率というのが16とか15とかちょっと17は高かったですけど151515 15 15大体この辺に収まってるんですね15の真ん中ぐらいで、まあ、16の時もありますけどもそうすると大体上位これぐらいに集まるところで大体3万そこそこの数字が線を引かれているんですね。ということはこの年は難しかったんですよ問題がやはり。でこれ実はあの後でもちょっとあの問題の中で個数問題っていうやつがあるんですが。 これが9問あったんですすす去年なんか3問なんでで点はは違いますよねそそれはそれでで、えー、率も大体それぐらいということでだから分からない人にとって初めて勉強される人にとってみたら、えー、点数が上がるということはそんだけ難しくなっているということがという思う人もいるかもしれないんですがそうではなくって、えー、まあきっちりやればあこれはやれるぞというふうな捉え方をしていただく方がいいのかなと。で最年少合格者は16歳です去年。 最高高が80ですこれ高校生ですすこれ校生よねだからこれぐらいの幅の人が通っているという試験ではありますのでまあねやったら取れるという試験かなという気はするんですけどね、まあ、その辺確実にできるようにね進めていただくと非常にいいのかなというふうに思います。いいで,しょうか、ね、でまああのこんだけ若いですね人がですね えー、合格をするという試験っていうのはそんなに国家試験ではないんですね。だからまああの他県でもやっぱりきっちりやれば試験としては出るかなというふうに思います。それとあと今あの話してますこのテキストからの出題っていうのは8割以上はテキストから勉強して出てます。もうずっとその、えー、と分析の中でですね。 とということは今から使うこのスマート宅研のこの合格テキストという内容の読み込みをきっちりできれば3冊あるんですがまあそれなりの完成度にはなってくるはずなんでねきっちりとまた勉強をねしていただくと非常にいいかなと思います。でちなみに権利関係のその内容9ページをちょっと見ていただくとこういう形で例えば意思表示代理これ結構出題がね予さん出てますよね。 でね、見ていただくとまあまあ,あの1意思表示3位事項4代理5番の三位不利口はちょっと出えへんのがねもうちょっとまた出てくるんちゃうかなと思うんですがそれから8売り主の担保責任それから相続物件変動それからあ不動産投票抵当権とそれから建物区分所有マンションですけどねそれから賃貸借借地借屋みたいなのがやはりこう 品質っていうかずっと出てますんでねこれはまあ当然理解をしていく必要があるのかなとで下はまあその他いろいろバラバラ出てはいたりするんですけどもね、えー、まあそんな形でえ捉えていただくような試験かなというふうに思いますいいでしょうかはい、えー、そしてですね、えー、少しですねえー、と私の方で資料を用意したのがちょっとですねまあ卓研試験の内容をちょっと少し。 まず、宅建試験ってどんな試験なのかということでまずですね、えーえー、ここにまあ書いておりますように宅建試験とといいうののは時間との戦いと言われてますなぜかというと御殿、まあ、あ免除不動産業界の方ならばこれ50問じゃなくて、えーまあ、ここが45の1時間50分なんですが、まあ、一般的に書いておきましたけどもこれ 1, 分1問をですね、えー、これ え3分かかるところはもう150分なんですね。これ全然足らないですね30分オーバーバとだからやっぱり50問を読み切るスピードが必要だと。ということはまあ瞬時に生後の判断ができる、えー、そういうね、えー、力というかそういうものが必要かなというふうに思いますね。それから出題の内容をちょっと挙げておきますと今ちょっと権利少し言ったんですが。 全体的な流れとしては、えー、一応ですね、ここにあります。まず権利関係今から始めていく民法が中心なんですが、これがまあ民法、登記法、区分書有う尺地尺屋ねこういうやつですねが出ております。これ十四問出てます。から法令上の制限これ三冊目になりますが都市計画建築基準法国土農地宅蔵土地区画みたいなのが八問出てます。 だから税金がですねこれも8問出てるんですがこれもまあこっちと同じ3冊目に全部載っておりますけどもえ所得、因子登録免許これ国税ここか1問なんですけど大体ねだから不動産所固定地方税から1問地下工事鑑定から1問そしてえまあねえこういうこれ5点免除ということで業界の方はこれが免除される一般の者を受けるわけですけどねこれ8問です。でえ 宅憲業法というやつが20問でして実は、業法からはこれ19問です。で,すで、えー、この立法っというのが1問出てまして、これ全体で2していただいて50問ということで、その50問のうちの免除者の方は、ここの1、2、3、4、5がないんで、実際にはここ受けるのは3問ということにはなるんですけどもね、まあ、こういう内容をきっちりとまあ勉強していただくということになります。だから、えー、っとこうですね 必要なことなんですけども、えー、まあ言えることはことですねでこれはまあどういうことかというと昨年37と今お話ししましたように13問という問題を捨てても合格できたわけです37点ですからね50問中ですから。ということは全員に浄化が13枚あったわけですね。でそれをまあどこで出すのかっていうのがまあ問題になってくるわけですね。 でえーまあ、これは特に過去問で見極めてもらいたいです。それぞれ権利・行法制限に、ね、問題集がついてますとおりそこに出ているような内容は勉強していって過去の出題論点は確実に得点する。 まあ特にこの2018年今年に関して言うと過去問からの出題は結構多かったです同じではありませんけども論点が変わってなくてだから割ときっちり勉強してきた人が得点が高いから合格点が上がったというふうには思うんですけどもねだから過去の出題論点を確実にまあ理解していくということは必要かなというふうに思いますす、はい、そして、えー、まあまあいつもも私はは言言言うんででけれれどここの言える言葉このこれです。 合格したい合格に必要な参加帳というふうに、ね、書いておいたんですがまず一つは合格したいと思うことですわ。これ思わないとやりませんのでねこれ「動機づけ」って言います。いやそんな先生勉強なんか誰でもしたい思うんちゃいますか最初はそう思うんですけど続かないですね。しとい,い,いう気持ちがね。で合格のための学習を始めなきゃいけません、ね、これまあ実行するということですね。で学習の最後までやり遂げるこれは継続です。 でこのいわゆる123いわゆる動機づけがあって実行して継続ができれば合格は各種これが必ず合格できると思いますねみんな一緒にほんま合格頑張ってねやっていきたいなと思いますんで、えー、そういう意識で勉強をね、えー、続けてもらいたいなというふうに思いますいいでしょうか、えー、まああの簡単にね一応あの今日は初日ですから内容に入る前にね少しそのガイダンス的な お話を今させていただきまして、まあ,あのそれに基づいてね、えー、よしやろうということで勉強を始めていただくとね、えー、今年はもう平成、ね、去年、えー、っていうかもう平成が終わりましてこの2019年っていうのは新しい言語に、まあ、4月ぐらいには発表があるみたいですけども、えーまあ、その新年度新しい言語の初年度の合格っていうのをねぜひつかんでいただきたいと思いますしね。 えテキストの方に戻りまして、えー、これがですね、えー、今日はまあガイダンスと入り口ぐらだけなんですが、えー、まず開けていただいてさっきこれも見ていただきましたねここなんですけど、まあ、内容に前第1章から少し入ってみたいと思うんですがまずここにまあこういうこの星印がいっぱい出てますよね。まずどの出だしもこういうのが作られてますテキストはね。 で例えばここでやっぱり星の多いのこれもあの虚偽表示と錯誤に関してはもう当たりやったんですよ読みどおりこれは来る可能性高いんちゃうかということでこれはこう2年おきでしょうここね。で,これ2年なんですけども割とこう1年年きに錯誤して去年当たってま,すよ、ねでえー、まあまあこの辺は少しね、えー、来たということでまあこの辺はちょっと出にくいかなということでこれが12345過去5年。 一二三四回ということになりますね。そうするとこの辺やと今年はこれかなとかねいやまたもっぺんここかなとかねまあまあこういうふうなところが、えー、過去十年間の出題っていうのは見ていただきたいですね。で、えー、さっきも言いましたように一四時は結構出てるわけですからですね。その辺はそれを意識してねやってもらいたいと思いますね。でまず契約の成立というところから少しね。 お話をしておくと、まああのそこの文章にもあると思うんですが、えー、契約って口約束でもいいのかということがまあ書いてあるんですね。でまあまああのまあ例えばその家を一千万円で売るという契約を口でかわ、えー、口で言ったと、ああだあだかぶわと言ったと、で契約はしてないとこれいいのかというような話なんですね。でいいか悪いかっていう問題じゃなくて、これ今民法の勉強はどその 契約として成り立ち効力が発生いわゆる有効なのか無効ななななのののかか無みたいな話の論点なんですねでその辺がですねあのなんか先生おかしいんじゃないかっていうことでまあ,あの次回以降勉強していきますけれども詐欺による契約はあの一応有効なんですよ。取り消すことができるということでまあ辞めることができるということを言うわけですね。 でその詐欺で先生悪いこと違いますのでいや悪いことですけども成り立ってるかどうかっていうことでねなんかあのオレオレ詐欺っていうやつね、えー、があるじゃないですか詐欺っていう内容がね。で詐欺師がおるということは契約としては当然ながら成り立ってるわけでしょお金が取られてるという事実。なんかあのふるさと今日なんかちょっとニュース見てるとふるさと納税の,あの詐欺あるみたいですね。あの画面でやったらなんか今 割引がありますからって言ったら言ったら違うかったってね。今日ちょっとやってましたけど、専門家言ってましたけど、ふるさと納税やから税金やからその割引なんかないんですね。別にそのどっかの楽天市場で売ってるような今回は割引でなんとかそそんなことありえないんですね。それとかあのふ振り込み先っていうかそれがどっかなんかわけわからん会社やったりすると違うというのはねチェックしてくれと。これだいたい自治体ですからあの納税やからね。<laughs> でもまあそうやってなんやかんや手を変えてですね。 ああいう携帯への迷惑メールもそうですけどもなんかこう人がね騙されそうな話を投げてくるわけですねで、やっぱりそれに乗ってしまう人も当然いてでお金を騙し取られるということがあるということで契約自体は成り立ちをしています、まあ、あの脅迫もそうですヤクザが世の中に存在するがごとく契約としては成り立っているいいか悪いかという問題言われるとよくはないですね よくはないけどもそれは有効か無効かというとそれは有効じゃないいかという話ですねそあの辺がちょっとこう切り替えていただきたいこう勉強していく中で「先生これあかんのちゃいますのと。いやあかんということとそれが法律的に、ねえー、まあ当然詐欺詐欺だ詐欺罪という、ね、刑法の詐欺罪もあるんですけども民法としてその契約自体が成り立ちを見ているのかどうか有効なのか無効なのかという判断なんですね。で、うん 今お話し,しましたように、ここの口約束でいいのかいでこんな先生口約束で1000万円で後で困るやんということにはなるんですけれども、ですよ。ここのところに宅建試験では売買契約や賃貸借契約、売買は売るっていうことですね。で、えー、まあ賃貸借は貸すです。まあ例えば皆さん方が、えー、お住まいの家に関しては買っておられる方は売買契約を結んであるんです。 で、賃貸でお住まいの方は賃貸借契約を結んでおられると、これはまあどちらかであるはずなんですね。いや、それはまあ,あの不法選挙やったら別やけど、そんなことはないわけでえー、基本的にはこの2つの契約だから、試験でもやっぱり重要にはなりますよね。宅建業において宅地建物取引をしていく中。では、それを売るか貸すかっていうことになってくる可能性が高いわけですからね。で、この契約自体どうなのかということなんですね。で、あのー。 世の中で、まあ、具体的に言うと契約自体売買契約について契約書は今交わしてるのか交わしてないのかという世の中はという問題とはまた別でねそれは何でかというと、えー、実はまた2冊目でやります「宅建業法という世界不動産業専門の法律においては売買契約成立後遅滞なく売買契約書なんかは交付しましょう」と。 それででなないいと安心できないでしょ打ったうわんうらんなんていう約束ではあかんやないかということでちゃんとした契約書面を作りましょうということを言うわけですねだからまあ37条書面っていうふうな法で律交付付を義務付けてますただ今勉強してる民法っていうのは一般的な考え方なんで一般的に契約書がいるのかいらないのかということなんですね。 でまずその、えー、ここにあります、えーまあ、この13ページのねここなんですが、えー、ここに書いてあります通り契約というのはここね契約とありますねこいつは約束ですということは口約束ででもいいのかという問題になりますよねでしょだから先ほど言いましたように不動産みたいな高価なものとかね、えー、車を買うとか なんかごっついものを買うとなったときに契約書を交わしているという事実はありますよねだけどそれが契約の成立かどうかという問題とはまた別なんですねその交付しているという事実があるからこそそれで全てなんだというわけではないんですねそれはちょっと間違いのないようにしていただいて例えばここでね次のページ14ページなんですが 通常売り主である A さんが B さんに対してこの家を1,000万円で売りますという申し込みをするとでそれに対してこの家を1,000万円で買いますと承諾これ申しし込みに対して承諾と言いますこれはそれってまあこう契約書の作成その制約書をしていくと当然お金を払ったり登記不動産の場合は登記っていうのを名義をね移したり引き渡し当然引き渡さないと済めないんでこんなんこういう流れがあるわけですよね。 これが世の中の今不動産の取引においては一連の流れとしてこれが存在してます。で、ただここで A と B の売買契約は足ります。ここですね。はい。これは民法の考え方ですよ。今ね。ですかはい。ここ申し込みということがあります。で、次承諾ってあります。これね、これですね。申し込みと承諾や言うてるからね。のいわゆる2つで合致でいいんだと。 がっち、おおたらいいんやと。これを諾成契約と呼んでるわけです。これ消せるからいいんでしょう。これは。これちなみに、あの、私、マーカーは、これは消せない。あの、傾向なんですが、消せる、この、このシリーズ、今私が使っているペンの。マーカーもあります。間違って色塗ったら消せるとかね。これ諾成契約と、こう呼んでます。これは承諾の諾やね。 これで成立するからということなんですね。こういう契約だというふうに書いてあるんですね。であのですねえー、っとここね契約書の作成は必要ではありませんと書いてあるんですね。だから別に口頭でもいいんですよと。ただ契約書を交わすのは実は証拠なんです。だから先ほども言いましたようにこのこれは民法は別に必要性はここまででいいということなんですけども。 これはさっきも言いましたように業法では37条書面というふううふに言うわけですね。37条書面といって特別な法律では絶対必要やしその37条書面にはこれこれこれは必ず書いてます。ということは世の中の今の流れの中では1234は絶対にあるということです。宅県業法の適用のあるもに関してですね。ただ今言ったように民法ではこの12で契約は OK なんだとこう言ってるわけですね。いいい。すか。はい で一応ですね、えー、私の方でうの見せるとこういうちょっとまとめていくと,こうちょっとわかりやすく、えー、割とカラフルにしてあるでしょう売買契約っていうのはね今言いましたね、はい、この売買契約というのは、えー、売り主が買い主に売るそして、えー、今言いましたように投機や引き渡しね困難、えー、をしていくということになりますよね。で、えー、まああのー ということは投機引き渡しは売り主の義務なんですね。で、買い主の義務は代金の支払い、これ義務なんです。双方が身を追ってるから、これを総務契約と呼んでます。で、これ当然ただじゃないんで、優勝ですよね。で、さっき言ったように、口約束、惰性。優勝、総務、惰性の契約、これ、売買だけじゃなくて、賃貸借もそうですが、契約っていうのはこういうのがね。で、ただ投機や引き渡しや代金の支払いは関係ない、これ、後付けの問題ですからね。いいで,すねで、この板書14っていうのがあるんですけど、これね、実は、 番書集っていうのをですね、えーまあ、私としてはご示して見てもらうたらええかなと思うんですがただやっぱ欲しいっていう人もいらっしゃるんで実はですねここへ行っていただくとね実はブログアメブロっていうのが上がってまして今「小原ブログタケン」と打つとです、ね、おそらくそのでは例えばヤフーやったらヤフーで 3, 3つ目ぐらいに多分。 ブログのが出てきますでそこへ行きますと先ほど言いましたやつで例えば権利ののいうのは上がってますでそこから見てもらうとダウンロードパスワードを入れろとこう出てくるんですよ。でその時にはこの小文字で「小原2019」っていうふうに言ってもらうと、えー Excel、で、えー、PDF されたやつが落とせますで画面としては A4 でプリントアウトできるような仕組みになってると思うんですが B5 で売ったりとか縮小もできますんでね。まあ、私自身はこれ今 B5 にしてしてて印刷プレュを示ます非常にカラーですしわかるしテキストページもこう書いてありますんでねまたあのこれはまあ権利今権利を上げてます今後業法制限もねどんどん上げていって誰でも見れるように誰でもいても受講生だけですよんでかというとこのパスワードは一般の人には分かりませんのでねこれはあの皆さん方受講生の方にしか分からないように組んであります。いいききななり上げてバーンとできないようにまあね あのパスワードを気をつけてくださいね、たまにいらっしゃいますからね、先生、パスワード、自分のパスワード入れても開きませんで、ね、このパスワードじゃないはだめですよ、自分のパスワード関係ないですからね、この辺ちょっと間違いのないようにね、えー、使っていただくと、えー、いいのかなというふうに思います。いいで,すかで、えー、続きまして、この下ね、えー、条件ということで、条件という言葉がちょっと出てくるんで、ちょっと書いておきましょう、これね。はい えー、契約の効力の発生が不確実な事実例えばここにありますように海外へ転勤したらという条件なんです。で、えー、不確定の事実ね、えー、ありますように、えー、不確定な事実を現実,、えー、実現したら契約を生じさせる。 これをまあ停止条件付き契約ってよくやります、はい、これですね、今の皆さん方のところで言うと、これが実は2ページ目の番書にこうあるんですけどね、これ15でしょうこれでね、2ページ目にあるんです。これもさっき言ったいにブログで上げてはおりますので、またね、使っていただいたら見てもらいますしで、将来発生するか否かの不確実な事実、これ条件です。転勤が決まったら家を売るというのは、これ、停止条件付き売買契約っていう、よくやるやつなんですが。 で契約は有効には成立してるんですけども効力が転勤が決まるときにというふうに遅らせてるこれが停止条件付き売買契約と、まあ、あの例えばローンが成立したらとかいうのもありますのでね、まあ、そういうのを使っていただくといいいのかなとううふうに思います,ですかそれからあとですねテキスト関係ではあとここですね、はい、それに対して今度は期限というのがあります。ここれれははは期限っていうのはこれは確実なやつ まあ、あの、確定期限と不確定期限があります。例えば、何月何日言ったら、確定期限です。不確定期限というのは、例えば、お父さんが亡くなったら、どうやこうやとかいうのが。まあ、不確定期限というやつなんでね。その辺もね、押さえておいていただくと。それと、あと、勉強の中では、この無効と取り消しの違い。これ、結構ね、あの、大事っていうか、よく最初勉強した時にはね。こうですね。ここ、取り消し。言葉いいですか。ここに、取り消しとあったりますね。取り消し。これは。 一応有効ですだから取り消すんですよそして、えー、もし取り消したらこれ遡って無効です無効は無ですから当然に効力ないこっち一応有効こっち側は効力なしこの違いです無効と取り消しの違いいいですかねこんな感じで捉えていただくといいと思いますんでね出だしとしてはね まああの今日は今1回目ということでちょっとガイダンス的にまあまあ,あの話としては無効と取り消しっていうのは結構言われる方多いんでねあの先生あのどう違うんですかというふうな話でね言われるんですけどさっきも言いましたように無効は効力がないそしてえ取り消しは一応有効取り消さなければ詐欺の事実知らん方ずっとそのまま成り立ってますんでねその辺は間違いのないように。 ええ、押さえていただくといいのかなというふうに思います。まああの民法の勉強って面白いです。奥は深いですけど面白い。身近なこともありますんでね。まああのその範囲の問題をコツコツこうやっていくとね、えー、自分のできる限り、えー、自分で自分で決めていくっていうのが大事だと思います。強制的にどうこうっていう時代ではなかなかないし、またそういう勉強って続かないんで、やはり合格したいという気持ちに基づいて、特に業界の人でしたら必須ですから。 絶対取りたいいんだという気持ちを、ね、自分の中で言い聞かせながら、えー、やっていただくと非常にいいかなというふうに思います、えー、日々、コツコツ、ねあのー、まあまあ焦らないように頑張ってもらうと、えー、楽しみかなというふうに思いますので、ね、きっちりまた勉強していただくといいかなというふうに思います、えー、まあ1回目、私の方からはあスマートタッケン1回目、ねまあ、ガイダンスと契約の成立ぐらいを、ねえー、お話をさせていただきましたどううもありがとうございました。